はい、おはようございます。2年目の冬、25日木曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日はハービーの誕生日だと思った今日じゃなくて、冬星祭りでこれでハービーにねプレゼントをあげる的な、そういうのがあるので、ハービー確か誕生日プレゼントあげなかったんだよね。なんで今回はちゃんとしたものをねプレゼントしていこうかなと思いますが、ハービーは7だね。多分クリスマス確か増えるよね。これでね8まで行くんじゃないかなと思います。ってことで明日の天気予報は雪ですね。今日の占いは少し先運勢がいいでしょう。自然と暮らそう。みんな今日は大事なお知らせがあるんだ。自然と暮らそうの新エピソードもこれが最後。そうなんだ。2年目これ最後。途中私ちゃんと聞いてなかったけども、なんかごめんね。また再放送があるらしいんでね、再放送楽しみにしておきましょう。そしてナッツさんはまだ起きてないですね。さあペニーおはよう。朝早くに起きたドブさん。またそれか。それ妄想だよ。あ、飲み水はありがとう。そしたら畑仕事がしばらくないから、もうだいぶ楽だね。日課がだいぶ少なくなったんで、おはよう。おはよう。ミルク、チーズ。さあ今日は、古代の、何にもない。珍しい。なんもない。今日真面目に日課がすごく早く終わる日だ。やばいね、この速さはね。さあ、それ卵が出来上がってるけども、緑卵だね。緑卵はいらないよね。1000円でしか売れないんだよね、これまたね。よいしょ。入れときましょう。1000円でしか売れないんだったら、まあ、もしものために残しておこうかな。今後もしかしたらグリーンスライムを倒してしまうこともあるかもしれないからね。その時用にグリーンスライム卵は残しておきます。ふーちゃんがいない。あ、いた。ふーちゃんおはよう。マヨネーズ。ウールはないね。でも、欲しい。チーズ。オッケー。さあ、もう日課が終わり、ほぼほぼ。あとはまあ、整理整頓するだけでオッケー。広場。そっか、2時までか。意外と早いんだな。だから今日は、こういう風に少なめにしてくれた的な、そういう感じなのかもしれない。神様がそういう風にしてくれたのかもしれない。もしかしたら。いろいろ何もできずに終わるとこだったね、それじゃあね。ってことで、鉄鉱石ってとく、うるさくない。入れて、鉄鉱石があと54個しかない。これ取ってこんとかね。鉄鉱石で何回が一番いいんだっけな。あんまり詳しくは覚えてないけど、鉄鉱石集めはしてこないといかんな。やばいな。明日行くか。卵はここ入れときますかね。メガネ。餌。そしてはもう本当仕事終わっちゃったんで、一応ね、石切り場とかをやりつつ、イベント行っちゃうとね、話というか、10時まで進んじゃうので、何もしてねーってなっちゃうから、それは気をつけましょうという感じで、ギリギリまで何かをしていく的な感じでやっていきたいんだけども、最悪もうね、冬星祭り行かなくてもいいんじゃね的なとこもあるんだけどね。ちなみにハービーが好きなものはなんだっけ、調べてきたんだよ。コーヒー、あ、思い出した。ワインが好き。ワインなんかあったっけ。あれ、ワインほいワインないね。手持ちワインがありませんね、これね。あ、そう、そう来る。コーヒー作れるかな。コーヒー作れればいいんだけど、コーヒー豆はあるね。一応あるか。ちょっとコーヒー豆ゲットして、醸造台、ワインを作るやつを一個作ろう。醸造樽、木材、鉄道、工具。いやー、ワインあるものだと思っててさ、本当に一個もない。ないね。てことで、醸造樽をもう一個作って、醸造樽をここに追加して、ここにコーヒー豆をボコーンと入れます。結構早めにできたと思うから、もうすぐさま、今、ぎゅーっとこう、いてる。コーヒーいてるからね。いてる？なんて言うんだっけ？ブギュブギューとなって、すぐさま出来上がったよね、確か。あれ？すぐさま出来上がんなかったっけ？もうそろそろできるかなと思ったんだけど、私の記憶違いか？あ、だったらちょっと、代わりのものを用意しとかんと、一応、代わりのもの。ハービーが好きそうなもの？もういいや、もう、あの、うさぎの足でもプレゼントしましょうかね。1130はちょっと高いから、もうちょっと安いウサギの足。まあちょっともったいないけど、706だ。最悪この706だ。あとはコーヒー。あ、できんの遅いかもしれない。ちょっと待って、ちょっと時間なんで、先に今日の石切り場をやってこよう。クロッカス、ニョロモ、今日の石切り場、石、そんだけ。真面目に時間、これ、すぐ終わっちゃう気がするけど、大丈夫かな？あ、できてない。マジか、そうなのか。じゃあ、ま、春にどういう風にやっていくか、ちょっとこの辺、撮って考えよっか。まず、ここにね、あるじゃん。で、
ここにもう一個イージウムのスプリンクラーを使うとしたらどういう風になるかを考えてみよう。ちょ、イージウムすごいこれ取ったら、あ、コーヒーできた、よかった、できるよね、そうだよね。いや、びっくらこいた、ほんと。これってさ、クワで取れたっけ。ポン1時、もう1時なんだけど、なんだかんだ1時なんだけどさ、ここまで来てるもんで、ポンポン、ここに置くわけじゃんね。ここに置いて、で、こっちが、待って、もう1時20分行こう。やばい、こんなことしてる場合じゃない、もう終わっちゃう。レッツ、冬星祭り。まあ、意外と近かったわ。はーい、冬星祭りまでやってきました。これはでもね、去年ほとんど話したと思うから、去年と違ってる人たちを話しましょう。ペニー、あなたとの出会いに感謝を。この顔好きだな、この顔。今からちょっと夜の営みを始めそうな顔ね。もう釣り大会で。それ変わってないね。あとはケントだよね、ケント。ケントとも話してないから、ケント。おめでとう。どういたしまして。ライナスとか多分変わんないよね。私も加えて歓迎してもらうと、もう変わんないね。変わんないか。じゃあまあ話進めちゃいますかね。でも去年ってなんか勝手に話進めちゃった気がする。普段はあなたはどんなプレゼントが欲しいの？新しいジョウロかな？スパイスを効かせた蜂蜜しようかな？かっこいいブーツ急ぐかな？新しいジョウロ欲しい。仕事ばかりと、あ、同じことを去年も言った気がする。おかしいな。スピリットの下、今年はカメラが置いてあるといいな。盗撮的な話？あ、違う、プレゼントって話か。あ、なるほどね。変わってるかもしんない、もしかして。まあ、あげるあげる。ほれ、コーヒーだよ。じゃあ、あなたが？せやで。あのコーヒー、ありがとう。あ、そうだ、これ話進むんだった。去年と全く同じミスをしてる気がする。来年ね。来年こそはね、ちゃんとやりましょうね。今日はピエールか。ピエールありがとう。何くれるの？種か？新しいジョロ欲しい。秘密のプレゼントどうぞ。ほら、開けて。はーい。なんだ？ででーん。うわー。うわー。いらねー。エリオットじゃないから、真面目にいらねー、これ。マジで？あ、マジで？ピエール。あ、キャロラインもそれ、前にそういう反応なるわ、これ。いらねー。終わんなかった。ガスがさっきから、あー、はいはい。ここから先の方に行ったのが、そうだ、思い出した。だから変わんないじゃんね、別にね。はい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 。ほい。今年は驚くほど売り上げ良かったんです。あ、ほんとおめでとう。去年もその後言った気がするけどね。アビちゃんおはよう。寒い冬の日に熱々のごちそうを食べる。こうやって最後、あ、わかる。真夏にクーラーガンガンつけて、こたつに入ってアイスを食べるみたいな、そんな感じでしょ。贅沢みたいな感じでしょ。わかるわ。こんにちは。あ、なんか普通に挨拶された。誰がどうしたって、あ、ほんとありがとう。やっぱ変わんないね。はーいはいはい。いいよ。はい、変わらなそうですね。じゃあまあ、ゴミでも漁ってみますか。漁れない。帰りますかね。あ、クエスト見えるんだ。見えないんかーい。こんにちは。聞かせて。なるほど。去年も聞いたわ、多分それ。まあ、じゃあ、出ますか。10時になっちゃうじゃんね、言うて。これで10時になっちゃうもんで、クエスト見たいんだよね、言うて。クエスト見たいか、ちょっとクエスト見に行こう。つか、これ馬で行かない方が良かったかな。ディープ、あ、キャロちゃん、キャロちゃんこんな夜中に何してんの？家の方向向かってないんだけど、キャロちゃん。みんなおるが。あ、態度できなかった、ほんと。みんな時間間違えてございません？もしかして、何これ？この中にいっぱいいる感じ？あ、入れませんよ、サム。もう営業終了してますよ。あ、入ってった。どういうことなの？これ時間間違えてますよ。クワイ、ケント。はい、わかりました。あ、そういう風になっちゃうんだね。へぇー。まあ、一言で言うなら、バグだよね。固い気取らなくていいかな、今日からも。ちょっと夜はね、仕事しましょう。レイアウト仕事。どういう風にやるかを考えていく的な、キノコ。で、どういう感じの感じにするかっていうのを考える的な感じのこと。ちょうどクワイ持ってるね。そういった感じのことをね、考える時間にしよう。つってももう11時20分だけどね。まあ別に今ね、早く帰っても早く帰らなくても変わんねえからね、言うてね。とりあえずこの辺外しちゃいますね。ここに入るわけですね。こっから、鉄だ。鉄。こっから鉄いけるね。12時です。こういう感じではなく、だったらこれをやっぱこっちにやった方がいいかな。1、2ね、こうしちゃって、真ん中に、もうそろそろ寝るか、どうしようかな。ここまで来てるもんね、こっからでいいのかな。こっからこういう感じで置いていく的な感じなのを真ん中につなげていく的な、そういう感じにすることで、うんたらかんたら的な感じのことができるんじゃないかな、的な感じでやっていこう。こう、こう、こうのこの感じ、いきましょう。
寝よう。ってことでペンニー、今日も一日お疲れ様。全然今日録画時間何分よ今日。15分。意外とやってたわ。そう、録画時間は変わんねえわ。そんなに。おい。ってことでね、4400今日も一日お疲れ様でした。はい、おはようございます。2年目の冬26日金曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日はクリントン誕生日だよね。クリントン誕生日なんで、クリントンはね、基本的に宝石だとかインゴットだとかが好きなんだけども、エミリーのことがね、好きなんで、エミリーをプレプレゼントしていこうかなと思います。天気予報、明日の天気は雪ですね。今日も雪ですね。今日の占い情報は私次第です。了解しました。ペニーおはよう。これから街に行かなきゃ。行ってらっしゃい。チュ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 。あー、起きてる。夏さんが、ほら見てこれ、ダーってやってる。夏さんが起きてる。うぃー、あ、高いとこーい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 、高い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 高さがちょっと若干違うんだね、これ。めっちゃ高いじゃん、それ。天井ぶつかってない？これ大丈夫？高い。はい。さあ、今日は雪ですね。とりあえず、餌を取って、これさ、レイアウト考えた今日さ、どうせ、種植えときにさ、クワでやるもんで、そのときに壊れちゃうよ、多分ね。おはよう、種。種じゃない。卵。おはよう。めちゃくちゃあるし、持ち物なんかめちゃくちゃ持ってるけども、これ持ってきれる？持ちきれたけども、これやばいね、ちょっとね、若干ね。大丈夫かな？ミルク、チーズ。間違えた。マヨネーズ。今日は、お、一個だけ合うね。一個だけ。あとは、ブルーベリーだね。ブルーベリー。それ、おー、青いのができてるけども、青いのはもういるよね。青はいるんだよ。赤が欲しいんだよ、今私。もう一日でできるんだね。ブルーサイもいくら？ 1750。あー、結構違うんだね。よいしょ。入れて、スライム。青いるよね。これがブルーサイムだよね、これ、この子たち。だから、あとは赤だけだと思うから、赤が欲しいんだよ、私は。まったく。赤髪を、よろも。今日はクワイをプレゼントしとかんのか。クワイをケントまで。オッケー。水、ふーちゃん。めっちゃ泣くやん。キン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 、うるさくない。CD。夏さんのミルクを入れて、で、チーズ。なんで私このチーズ持ってんだ？昨日納品し忘れてるか？いろいろはやり忘れてんな、チーズ。の、あー、待って、古代のフルーツ忘れてた。もうちょっと、今日ちょっともうね、寝不足でね、頭が働いてないんだよね、実はね。それが原因だ。ちゃんとやんとかんね。古代のフルーツやっといて、ま、時間は結構たっぷりあると思うから、先にやっぱ外行ってこようかな。今日はちょっと先に外行って、クワイとかをプレゼントしてきてきな、そういった感じのことをやってからにしよう。ニョロも。さあ、今日は何もないですね。なんで、ケント。ジョリー、おはよう。たまにでもいいから休暇取れたら嬉しいな。あー、休暇の内系主婦なんだね。なるほどね。ケントさ、やることないんだからさ、たまには家事、あー、でもできないのかな。ポップコーンさ、作れないもんね。ケント、おはよう。今日はついに受け継ぎ。こいつやばいな、ちょっと。まあでも、戦場から帰ってきたわけだからね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないか。これ。買い出していたお知らせを見てくれたのか。お、これね、治ってんだよね。さて、これでたかちゃんなんだんさんね。せやな。金曜日だから一応行走見に行くか。行走見て帰って、で、村じゃなくて牧場どういう風にやっていくかっていうのを考えていこうかな。クロッカス。んよろも。行走、EGM 売ってるかな。なんか同じようなものしか売ってない。てか今日あれだ、金曜日だから、あとあれだ。あれだ。クロバスのとこ行こう。確か去年じゃなくて、確か先週クロバスのとこ行った時に45万とかあった気がするから、4万増えてんだよね。週間で4万ずつ増えてる的な感じで、これ春になるともっと増えるはずだからね。200万もほんと夢じゃないね。イージムスプリンクラーもーらい。野わさびもプレゼント。オッケー。クロバスいくつまで上がった？クロバスが、あ、夏が1。夏もあるんだね。クロバス7まで上がってるね。素晴らしい。夏1しかないんだ。生まれた時はもうほん全然なんだね。生まれた時こう生まれブーストでさ、そういうのあんのかなと思ってね。すごい増えやすみたいなさ、そういうの全く持ってないんだね。ルイス町長、おはよう。私は結婚したことがない。知ってる。ヒイラギ。ってことで、今日の
石切りばーい。石、それだけ。さあ、これでとりあえず今日の日課終わったから、牧場の整備をね、ちょっと考えていきましょう。よくよく考えたら、この真ん中水越えないもんでさ、ここにふわーっと道を置いてってしまうって言っても、泣きにしもあらずなのかな。うん、こっからでも変わってくるんだよね。ここ、あ、いいこと考えた。道を置いていくわけですね。ただ、でっかいものはこれ作れなくなっちゃうけども、でっかいものを作れなくなっちゃうね、ここでね。でっかいものを作りたいっていう気持ちは確かにあるな。これ一個ずらそっか。これを一個、ここに置く？ここに置いて、ここででっかいものを作ると考え、なんだこりゃ。そうなってくると、ここがいらなくなってくるんだよね、ここが。ここがいらなくなってくるんだけども、とりあえずここまでじゃんね。ここまでで、道を作っちゃいましょう。それじゃあ、ここ道作っちゃったとして、ここでね、でっかいやつを育てる的なイメージで。なんか違うような気もするな。どうしよっかな。悩みングだね、これね。でっかいの作って考えたら、やっぱこの形は変えない方がいい気がしてきた、なんか。真ん中で、でっかいのを作る。ここをちょっとデカめに取って、ここででっかいの作るは変わらずにして、で、ここで一旦区切るっていうのも変わらずにやっちゃうか。まあここでじゃあ、やっぱさっきと同じでしょ。ここに置いて、こっちも1、2でここに置くじゃんね。ここ2マスなんだよね、空きが。意外。意外ってなんだ？やっぱこれ裏で考えてきた方がいい気がしてきた、なんか。今ここで考えるの、ただ時間を食うだけで、ちゃんとしたものを思いつかない気がする。ってことで、とりあえず外すだけ外しといてね、これはまた裏でね、考えるようにしときます。よいしょ、どんな感じになるかはね、皆さんぜひ楽しみにしていてください。この辺全部カットされちゃうとね、多分時間なくなっちゃうと思うからね、いい感じに使っといてください。いい感じに使えばね、多分今日短すぎず的な感じになると思うんでね。種が出来上がってるからね、3個強い。結構先まで行ってるね。タンネ。オッケー。明日なんだかんだ結構いっぱい収穫ありそうだな。知らんけど。適当だけどね。よし、じゃあね、聞こえでもしましょう。スーパー、片行きタイム。さあ、まだ7時20分という驚きのこの時間よ。どうしよう、何しよう、何にもするもんねえな、今。困ったな。洞窟行っときゃよかった。キノコ。こんなことになるんだったら洞窟行っときゃよかったな。変にこう、なんかやろうとか考えずにね。新しいことをやろうとするとダメですね、やっぱ。木こりしてない部分がないかちょっと確認してこようかな。ニョロも、ワンちゃんもしかしたら木こりしてない部分がいくつかあって的な感じあるかもしれないからね。明日、明後日多分洞窟潜ると思うからね。これぐらいな気がする。これ最後の木だな、多分。木こり、ドーン。なんでここ落ちちゃうの。そこは落ちるんだね。でもこっちも木こり全部してあるから、多分木こりはもうあるわ。全部木こりしちゃおうか、これじゃあね。スーパー木こりターン、パート2。今日ね、クリントの誕生日だったわ、そういえば。クリントは、10だから別にいっか。オッケー。これで木こりがすべて終わったわけではないですね。これはまた明日撮りましょうね。よーし、じゃあ、今日もぴったり、ちょうど仕事が終わりましたね。よかったよかった。おー、ジャムが出来上がってる。ブルーベリー、ジャムもこっちに入れとくか。ジャム多分使うよね。入ってるけどもーっていう感じだけね。うん、こっち入れときましょう。ペニー、今日も一日お疲れ様。今日はジャストヴィンセント、せやな。ってことで、おやすみなさーい。今日も今日とって8200ですね。ってことで今日も一日お疲れ様でした。